ロシアによる軍事侵攻でウクライナから避難してきた人を対象に愛知県大府市が市営住宅の内覧会を開きました。日本人の父とウクライナ人の母を持つ19歳の山田美代奈さんは1週間前に大府市に避難してきました。2歳からずっとウクライナに住んでいて日本語はあまり話せず日本の生活にも慣れていませんが市が無償で提供する市営住宅への入居を希望しています。案内された部屋が気に入った様子のミオナさん、しばらく日本での暮らしが続きます。